皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日の高子録のテーマは、夢は諦めないなら叶うものということについてお伝えしていきたいと思います。いかがでしょうかね。皆さん多分夢っていろいろあると思うんですよ。それで、その夢って叶えようとして頑張ってる最中なのかもしれないし、もしかしたら人によっては諦めてしまった、もう昔のね、過去の記憶に追いやってしまった夢とかって持ってるかもしれないんだけれども、夢ってなんで叶わないと思いますか？夢って諦めなければ叶うものって言ったら信じてもらえますかね。はい、一応私の経験値で言うと、例えばそうですね、私のエピソードでね、私の母をですね、私が旅行会社に入った時、もう25年以上前の話なんですけれども、その時にですね、母を親孝行で、フランスの、パリに連れて行きたいっていうふうに思ったんですよ。でさらにその話っていうのはもっと前に遡って、小学校だったかな、中学校ぐらいだったかな、私海外旅行で絶対に、ね、行きたい国の一つに、フランスっていうのはあって、パリのエッフェル塔がね、東京タワーに似てるんですけど、エッフェル塔とかね、あと凱旋門、ベタな観光地なんですけど、そこに行きたいみたいな、ベルサイユ宮殿見たいみたいな、ミーハーな観光地ばっかりなんですけれども、そういったものを私が見たいっていう気持ちもあったし、母も海外旅行に初めて行くならフランスに行きたいみたいなね、そんなことを言っていたんですよ、小中学校ぐらいの時かな。でいつか私が自分でちゃんと大人になって稼げるようになったら、親孝行で母をそのフランスに連れて行こう、自分も行きたいしって思って決意したのが小学校ぐらいの時だったんです。で、高校とかそれぐらいになった時に通訳になろうって思っていて、通訳どういう資格が必要でとかいろいろやってたら何気にハードル高そうだなみたいな、その時思ったんですよね。で旅行会社ツアーコンダクターだったら、その海外とかね飛び回ることで夢が叶うかもしれない、一石二鳥だと思って、でツアーコンダクターになるために旅行会社入ったんですけれども、でその時は誤算だったのが、旅行会社のお給料ってびっくりするほど当時安かったんですよ。バブルで買い手市場だったんで、そんなにね、別にお給料払わなくても人が山ほど来るっていう時代だったんで、初任給今でも覚えてますよ、13万8000円だったんですよ当時ね。それで、ね、全然お金がないから連れていくっていうことができなくって、でとにかく忙しくって、その母を連れていくどころの騒ぎじゃない、母自体もお仕事をしながら忙しくって、そんな中、私も旅行会社6年で、その後建築6年やって、ブライダル6年やってとか、時は流れていくわけですよ、いろいろ。で自営業に入ってからもう3年はもうものすごい勢いで仕事をしてて、3年間は休みなしでも当たり前みたいに言われているような中で、実績を作るために必死に働いていて、やっと5年目、6年目ぐらいですかね、収益もだいたい見えてきて、母を連れてっても大丈夫ぐらいになった時、今から4年前ぐらいなんですけどね、それでフランスに連れていくことができたっていう感じです。だから25年越しです。この話を聞くと、ね、一瞬私も忘れかけてるんですけれども、ふと自分に余裕ができて、母を親孝行でっていう時と、あと母の体力、今はもう無理ですね、そんだけ長期フライトは体力が多分持たないので、あんだけこう長いね、ロングフライト連れていくっていうのは多分最初で最後かもしれないと思って、頑張って連れてったっていう感じだったんですけどね。ここは 何がポイントかっていうと、忘れていないっていうことなんです。夢を忘れていなければ、その自分が環境が整った時にひょいと叶えることもできるので、大抵叶わない人っていうのは忘れているっていうケースがほとんど多くって、
あの紙に書いて毎日見てそれに向かって精進してっていうほどの人が25年かかって叶わなかったことっていうのは ほとんどないはずなんですよ。あのそれぐらい強い思いを持ってね、もしやってたら。私の場合途中忘れてますけど。だから夢が叶わないっていうふうにもしも思ってる人がいたら、まずその夢を諦めたことがないかっていうことと、あともし諦めてしまっていたとしても、また今から強く思って一歩一歩その夢に向かって努力をすれば必ず叶うって思ってもらっていいんじゃないかなっていうふうに思ってます。まずそんなの無理ですよって思ったらそこでもう終わりなので、一生かけてでも叶えるって決めれば一生かけて叶えればいいじゃないですか。もしかして途中で道半ばで倒れることもあるかもしれないけど、うまくいくこともあるかもしれない。でも諦めたらそこで終わりなので、夢はね、諦めなければ叶うものって信じて動いていくと、いろんな素敵なギフトが手に入るんじゃないかなと思ってますので、ぜひそんなイメージでチャレンジしてみてください。それでは。